ここでカレテラオーストラルとはさようならです。ステチコの街が見えてきました。アルゼンチンに入ろうと思ってたんですが、ガーッとこの道を戻ることにしました。さて再びカレテラオーストラルに戻ってきてしまいました。チレチコへ向かうかビジャオイギンスに向かうかちょっと悩みます。またセロカスティジョの方に戻ろうかなと。チレチコへ戻ろうと思います。いろいろ悩んだんですが、結局アウストラル街道を走って南下することにしました。から一歩入ったところにテント泊です。ここだったら風があんまり吹いてないんで、まあ、落ち着いて寝れるでしょう。おはようございます。なかなか爽やかな朝です。いやー、こっちはまだまだ朝は寒いで、今日も湖畔沿いのアップダウンの激しい道をひたすら走ります。今日は風もなくて走りやすい。道が悪いんで走りやすくはないんだけど、とりあえず昨日のようなことはないっす。蹴れるわ。コクラン。コクラン。マニアナ。ああ、せいせい、マニアナ。マニアナ。Aquí, más o menos, 6 de la tarde. Ah. En este bus. Ah, pero. ¿Quieres ir en bicicleta? Sí. Ah, okay. Sí. Thank you. Bye. Bye.ようやくプエルトグアダルまで着きました。久々にお店で食事です。メインディッシュは、魚です。多分サーモンですね、これは。もうすぐカレテラアウストラルに戻ってきました。前回はここまで車で来て右手に回ったんですが、
今回は自転車でやってきました。そしてこのまままっすぐ行って小倉に向かいます。登って降りて登って降りてと、湖畔の道はチャリダー泣かせです。さあ今日もテント泊です。道からちょっと入ったところにテントをセッティングしました。おはようございます。今日もいい天気です。さて今日は小倉という町に向かいます。結構でかい町らしいんで、ちょっと久々に、久々でもないか、そこでゆっくりしようと思います。この辺の山々はまだ雪がこんもりと残ってます。通りで寒いはずだ。プエルトベルトラは静かな町ですね。この店はアビエルトと書いてあるんだけどな。人がいません。ちょっと町によって食料を仕入れていこうと思ったんですが、やっぱり朝の8時では空いてません。しょうがない、このまま行くか。先ほどの湖が川になって流れてます。ベイカー川です。いい感じの川です。ラフティングとかやってみたいんだけどね。ちょっとここのロッジで聞いたところ、ラフティングはプエルトベルトランでしかやってないそうで、ちょっと引き返すか。再び戻ってきましたが、ここで本当にラフティングはできるんだろうか。まだ空いてません。おばちゃんが来て、とりあえず今日は出さないと。どうもおじちゃんが今別のところに仕事に行ってるようです。ということでちょっと小倉までも行っちゃおうかなと。朝飯です。っていうか昼飯かな。うまい。さてお腹も満たしたところで、もう11時なんですが、これから小倉に向かいます。いやー素敵な川だ。このリオベイカー沿いに走ってるとテンションが上がってきますわ。向こうの方は雨が降ってるようですが、この辺はなんとか晴れてくれてます。めんどくさい登りが続く。また延々登りだ。初めて見る動物なんですが、なんすかあれは。リャマか。見てる見てる、こっち。いやー道はまだまだ続くな。小倉に到着です。今日は疲れました。
プエルトベルトランドので知り合ったおじさんに紹介してもらった宿にしました。町だ。ちょっと感動するものがあるね。久々の町って感じ。さて、これからトルテルというところに行くんだけど。おー、トルテルの街が見えた見えた。トルテルの街は全てこういう木造りの階段道になってるんですが、これ自転車つらいな。